はい、ということで巻いていこうと思います。まあ、今回ねゴーセンさんのラケットなんですけども、いつもね僕はヨネックスさんのタオルグリップ使ってるんで、今回このねヨネックスのタオルグリップデラックスってやつを使ってね巻いていこうかなと思います。でまあね、あの僕の巻き方の一例なんで、まあ、僕さっき言ったようにここまでしか巻かないんですけども、最後までいっちゃってもいいと思うんで、まあ、そこはねあのご自身の、 あの自由であの巻いてみてください。まあ、最初にまずはアンダーラップの方をつけていくんですけど、まあこれね難しいと思うんですが、僕はタオルグリップの巻き終わりここら辺で終わるんで、そのちょっと手前ら辺、この辺からアンダーラップを巻いていこうかなと思います。はい、あ、まあ大体ちょっと黒くて分かりづらいかもなんですけども、まあ大体この辺ですかね。この辺から一周させて、あとアンダーラップはもうほんと人それぞれの太さの好みがあるんで、あの例えばめちゃくちゃこうやって細かく巻いたりとか何周もしたりしてめっちゃグリップ太くしたり、まあ、こうやって太くしたりって人もいると思うんですけど、あーまあ僕はタオルの場合はまあ1センチから2センチくらいこの重なってない部分を開けていくスタイル、この感こんな感じですかね。ちょっとあの言葉にするの難しいんで、こんな感じで巻いていこうと思います。あとこのシーンちょっとノーカットか分かんないんで、もしかしたらサブチャンネルメインで分けてね、ノーカットじゃないを出すと思います。まあ、そんな感じで最後まで行って、あのレッドの場合はですね、ここまであのグリップ巻くことないんですけど、タオルは僕ここまでかぶせちゃうから、こうやってだいぶねあの手繰り寄せるっていうか、あのグリップのキャップの部分まであの巻いちゃうっていうか、まあ全部覆うっていうよりは、まあ、軽く覆っていくスタイルでやっています。でその時覆っていく時にもここの感覚を意識して忘れずにねやっていく感じになります。これ動画として伝わるんかな、ちょっと難しいですね。あとメーカーによってグリップのこのキャップの感覚っていうのがあの違ったりするから、そこだけ注意ですよね。であの最後エンドにコブ作りたいから、まあ、こんな感じで手繰り寄せつつ集めて巻いていきます。はい、で僕はこのメーカーのマークの上側で止めるように してます。そうで、まあ巻いてみるとこんな感じですかね。大体、まあ、この上の方がちょっとあの寄っちゃうんですけども、大体同じくらいの感覚で巻いていく感じになります。どうでしょう。はい、でこのまま置いておいて、次はタオルグリップですね。このタオルグリップってこの向きってのがあって、この毛羽立つ向きがどっちなのか、こっち向きに毛羽立ってるのか、こっち向きに毛羽立ってるのかによってちょっと変わってくるんですよ。でこのタオルグリップはですね、今こういう向きにするとこっち向きに毛羽立ってるんで、毛羽立ちの方向がラケットのフェイスに対して向くように、こういう向きで毛羽立ってるようにするのが、まあ僕はまあそうやってやってます。僕はまあその僕らってラケットを振ると振った力ってこっちに行くから、グリップの向きがこっち向きだとその毛並みに合わせて僕たちの手がずれてしまうような感じがしてですね、それを止める役目でもあるこの毛羽立ちの向きっていうのは大事なのかなと思って、そういう向きで考えてます。はい、でまあある程度剥がしちゃってスタートしていこうと思います。でさっきの止めたこの部分から一旦ねこのタオルグリップのあのテープ部分を止めておきます。でその状態から、まあ、半分くらいですね、だいたいはみ出るのが半分くらいで、軽く下に行きつつタオルを巻きます。で巻いたら、そう今これで全部一周終わって、こうやって巻いたらさ、
まあ、こうなるわけですよ。これ一旦、まあ、僕は最後にまとめてやっちゃいます。でそのままね、徐々に下に降りていきます。こうやって見せた方がいいのかな。はい、でこのね、くぼんだ部分、このくぼみ部分シワ寄りやすいんで、グッグッて添えながら押しながら巻いていくのがいいんじゃないでしょうか。このタオルグリップの動画ってねマジ難しいんだよね。でこのねタオルグリップってなんかねウェットグリップとちょっと違って重ねる部分があるんですけど、まあ、全重ね、半分重ねってよりはまあ5ミリくらい、この重ねる部分が、まあ、5ミリから1センチ、1センチいかないかなくらい重ねておきます。このねアンダーラップのズレによって徐々にね空間が空いてきちゃって、きっちり揃えると間がね穴が開いちゃってね変な感じになっちゃうんで、僕はだいたい5ミリから1センチ、まあまあ5ミリくらいですかね、僕は5ミリくらい重ねるようにして巻いてます。あとはもう言うこと何もないっすね。このまま下に向かって巻いていって、よいしょ。それで最後の方になったら一旦僕は止まってですね、このグリップのコブあるじゃないですか、コブじゃないグリップの、このグリップのエンドにマークあるじゃん、でこのマークの上側で僕は終わるようにしてます。今回この合線って書いてあるんで、この上側でこっち側で終わるように、ここで終わるようにしてます。キャップの上側のところでね僕は終わるように、なんとなくですけどそうしてます。はい、なんでまあここで終わりにしようかなと思います。でまあ終わる時は僕はですね綺麗に斜めに切ってではなく、もうここでパスッと、切っちゃいます。で最後に、まあ、さあこの空間、この最後くっつけるんですけど、これを全体的に押しながら、これで完成になりますね。こんな感じで、エンド部分はさっき言ったようにこのキャップ下からちょっと下ら辺まで僕は巻きます。でまあこんな感じですかね。まあなんかね、人によってはなんかこうやって四角形のまま終わらすってよりは斜めに綺麗に合わせて巻く人も全然いると思うんで、そこはね本当に人それぞれだと思います。で僕はこの終わりの部分、この終わりの部分のこっち側に親指が来るようにいつもラケットを持ってるって感じですかね。そうちょっとね短めにしました。でこの短めだったりとかも、まあ、本当に多分グリップ巻きの回数を重ねてこの綺麗に巻けるようになるかっていうのをね慣らしていかなきゃいけないんで、本当にねあとは経験だと思います。